はい、こんにちは。中学受験さくならチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、国語が苦手な人のための動画、ムクハトジュウのね、月のワグマっていうところのね、話を読んでみたいと思います。この中学受験さくならチャンネルは、この私滝谷直樹が受教会、35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップもお願いします。では早速読んでみましょう。ね、ムクハトジュウ、月のワグマより。旦那様、捕まりますに、早く来ておくんなさい。あんなに熊を恐れていた荒木が意気込んで駆けつけてきたのです。どうしたんだ、あの子熊め、ただ一人でいるんでありまする。あたりには母熊の影も形もありません。生け捕るなら今のうちであります。よし来た。私は釣竿を投げ出して荒木についていきました。その日はいつもより3キロほど上流に来ていましたが、5、600メートルも行くとこの川は大きな滝で行き止まりになっていました。その滝壺の下の河原に子熊はどうしたわけか、ただ一匹でいていました。どうです？というように荒木は私の顔を見てにっこりしました。私たちは子熊を滝に追い詰めて捕らえる計画を立てました。子熊は私たちの姿を認めると急いで山続きの崩れた崖の方に逃げ出しました。山の方に逃げられると厄介なので私たちは石を投げたり木の枝を投げたりしてそちらの道を塞ぎました。子熊はヨタヨタしているようでもあちらに逃げこちらに走って私たちの手を巧みにすり抜けるのでした。けれども私たちは計画通り滝壺の方に次第に追い詰めていくことができました。親熊さえ現れなければもう子熊は私たちのものです。とその時です。うおーうおーという熊の吠え声です。あっと叫んで私たちは束の間に体いっぱい冷え汗をかきました。がしかし次の時には思わず微笑みが頬の上に浮かび上がってきたのでした。なぜといって母グマは堂々と落ちる滝の向こうのてっぺんの岩の上に立っていたからです。滝は30メートルもあるほど高い大滝です。あたりは切り立てたような険しい岩壁です。しかも滝壺には大きな岩があっちこっちに出ています。飛び降りたら命はありません。ずっと遠回りをしなければなりません。さて子グマというと母グマの吠え声を聞くと何かの合図でもあったかのように川淵のくるみの木にスルスルっとよじ登り始めました。私は子グマがこんなに木登りがうまいということを初めて知りました。子グマは楽々と木を登り詰めてそのてっぺんの枝の上にちょこなーんと座り込みました。しかしこれは私たちにとっては滝壺に追い詰めるよりも都合の良いことでした。私たちは子グマを生け捕りにするためにそのクルミの木に二人で登り始めました。旦那さん、これはうまくいきましたな。荒木は弾んだ声で言いました。今度はあの子グマが犬ころみたいになったらもう閉めたもんだぜ。私はもうすっかり子グマを手に入れたつもりでこんなことを言いました。子グマは自分の最後を感づいたものか、クルミの木のてっぺんでしきりにクンクンと悲しげな鼻声を出しているのでした。とその時、私たちはあっと叫んで転げ落ちるようにクルミの木から飛び降り、崖っぷちのもみの大木によじ登りました。それは堂々と落ちる滝の音はして、ピリピリと岩も張り裂けるような声が、すぐ私たちの身近で起こったように思われたからでした。私たちはまた別な熊が現れたのではないかと思ったほどでした。しかしそれは怒り心頭に発した母熊の恐ろしい吠え声でした。母熊は滝のてっぺんの岩の上にぐっと立ち上がって私たちを睨み据えているのでした。私たちは今まであんな恐ろしい、あんな力のこもった不思議な声を聞いたことはありませんでした。私たちは互いに顔を見合わせてほっとため息をつきました。と母熊の体が宙に踊って岩の上から離れました。母熊は滝壺めがけて飛び込んだのでした。ダダダダダーン、大きな音とともにものすごい水煙が立ちました。
そして熊の姿は一旦滝壺の中にすっかり沈んでしまいましたが、また浮かび上がってきました。それから泳ぐというより水星に押し流されるようにして岸に着きました。がそこの岩に頭を持たせたきり動かなくなってしまいました。あんな高いところから飛び込んだのではいくら強い熊でも助かりっこありません。かわいそうに死んでしまったに違いありません。私も荒木も胸の潰れる思いでした。一声も発することができませんでした。あたりは次第に暗くなっていきます。が私たちは立ち去りかねて、いつまでもいつまでも見守っていました。と、おお、ハーグマが動き始めたではありませんか。しめたやつめ、まだ生きているでありまする。と、荒木はその時本当に嬉しそうに言ったものです。私は物を言えば涙がポロポロこぼれそうなので、うんうんと言って、うなずいてみせるだのみでした。母熊は頭を静かに左右に振りました。それから伸びをするような格好で前足をぐっと突き出しました。母熊は立ち上がりましたが、すぐに腰がヘナヘタと崩れて倒れてしまいました。こんなことを2、3度繰り返して最後にしっかりと立ち上がりました。母熊が立ち上がると、子熊はクルミの木から滑り降りて、母熊に体をすりつけ、クンクンと鳴くのでした。やがて母熊は割合しっかりした足取りで子熊を連れて歩き去っていきました。さあね、荒木という仲間とね、私がその熊を捕まえようと思ってるんですよね。で、絶好のチャンスが現れた。子熊が一人ぼっちで、その川のところにいるってわけです。さあ、じゃあ確認してみましょう。旦那さん、捕まりますに早く来ておくんなさい。あんなに熊を恐れていた荒木が意気込んで駆けつけてきました。どうしたのだというと、さあどうしたんですか。そう、子熊がただ一人でいるんです。あの辺りには母熊の影も形もない。生け捕るなら今のうちだと言うんです。よし来たと私は釣り竿を投げ出して荒木についていきました。その日はいつもより3キロほど上流に来ていましたが、5、600メートルも行くとこの川は大きな滝で行き止まりになっているんです。さあ、その滝壺の下の河原に子熊がどうしたわけか、ただ一匹でいます。どうですというように、荒木は私の顔を見てにっこりしました。さあ、だから私たちはどういう作戦にすればいいと言いましたか。そう、子熊を滝に追い詰めて捕らえる計画を立てたんです。子熊は私たちの姿を認めると急いで山続きの崩れた崖の方に逃げ出しました。山の方に逃げられると厄介なので、私たちはどんなことをしたりどんなことをしたりして滝の方へと追い詰めていきますか。そう、石を投げたり木の枝を投げたりして道を塞いだんです。子熊はヨタヨタしているようでも、あちらに逃げこちらに走って私たちの手を巧みにすり抜けます。けれども私たちは計画通り、さあ滝壺の方に次第に追い詰めていくことができました。親熊さえ現れなければもう子熊は私たちのものです。さあその時、さあどんな音が聞こえてきた。そう、うおうおうと熊の吠え声が聞こえてきたんです。あっと叫んで私たちは束の間に体いっぱい冷や汗をかきました。がしかし次の時には思わず微笑みが頬の上に浮かび上がってきました。さあ、母熊はどこにいるんですか。そう、堂々と落ちる滝の向こうのてっぺんの岩の上にいるんです。滝は30メートルもあるほど高い大滝。あたりは切り立てたような険しい岩壁。しかも滝壺には大きな岩があちこちにできていますから、飛び降りたら命はありません。ずっと遠回りをしなければなりません。さて、子熊はというと、母熊の吠え声を聞くと何かの合図でもあったかのように、さあ、どこに登り始めましたか。そう、川淵のクルミの木。私はその時、子熊がこんなに木登りがうまいということを初めて知りました。子熊は楽々と木を登り詰めて、そのてっぺんの枝の上にちょこなんと座りました。しかしこれは私たちにとって滝壺に追い詰めるよりも都合のいいことです。私たちは子熊を生け捕りにするためにそのクルミの木に二人で登り始めました。旦那、これはうまくいきましたな。荒木は弾んだ声で言います。今度はあの子熊が犬頃みたいになっちまったらもう閉めたもんだぜ。私はもうすっかり子熊を手に入れたつもりでこんなことを言いました。
子熊は自分の最後を感づいたものか、クルミの木のてっぺんでしきりにクンクンと悲しげな鼻声を出しています。さあ、その時私たちはあっと叫んで転げ落ちるようにクルミの木から飛び降りたんです。そして崖っぷちのモミの大木によじ登ったんです。さあ、どんなことが起きたんですか。そう、堂々と落ちる滝の音はして、ビリビリと矢も張り裂けるような声がすぐ私たちの身近で起こったように思われたからです。さあ、私は初めまた別な熊が現れたんだと思ったことでした。しかし、それはどんなことだったんですか。そう、怒り心頭に走ったハグマの恐ろしい吠え声だったんです。ハグマは滝のてっぺんの岩の上にぐっと立ち上がって私たちを睨み据えています。私は今まであんな恐ろしい、あんな力のこもった不思議な声を聞いたことはありません。私たちは互いに顔を見合わせてほっとため息をつきました。さあ、するとハーグマの体がどうなりましたか。そう、宙に踊って岩の上から離れて、ハーグマは滝壺めがけて飛び込んだんです。ダダダダダー、大きな音とともにものすごい水煙が立ちました。そしてクマの姿は一旦滝壺の中にすっかり沈んでしまいましたが、また浮かび上がってきました。それから泳ぐというよりも水星に押し流されるようにして岸に着きました。が、そこの岩に頭を持たせたきり動きません。あんな高いところから飛び込んだんでは、いくら強い熊でも命は助かりっこありません。かわいそうに死んでしまったに違いありません。私も荒木も胸のつぶれる思いでした。一声も発することができませんでした。あたりは次第に暗くなっていきます。が、私たちは立ち去りかねて、いつまでも見守っていました。さあ、すると、おう、ハーグマがどうなった。そう、動き始めたんです。しめたやつめ、まだ生きているでありまする、と荒木はその時本当に嬉しそうに言いました。でも私は物を言えば涙がポロポロとこぼれそうなので、うんうんと言ってうなずいてみせるだけでした。ハーグマは頭を静かに左右に振りました。それから伸びをするような格好で前足をぐっと突き出しました。さあ、しかしハーグマは立ち上がりましたが、さあ、すぐにどうなってしまいますか。そう、腰がヘナヘタと崩れて倒れてしまいます。こんなことを 2,3 度繰り返して、さあ、最後にはどうすることができましたか。そう、しっかりと立ち上がりました。ハーグマが立ち上がると、子グマはクルミの木から滑り降りて、ハーグマに体をすりつけ、クンクン泣くのでした。やがてハーグマは割合しっかりした足取りで子グマを連れて歩き去っていきました。ムクハト獣、月のワグマより。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップをお願いします。では今日はここまでにしましょう。